日向坂新メンバーオーディション開催決定。オタクたちは好きで好きで好きだからというテーマでオーディションの開催が決定。募集期間は8月5日から9月6日まで。なぜか URL から飛ぶと4期生のオーディションリンクに飛び突っ込まれてました笑い。そして同時期に行われる桜坂のオーディションと併願可能とのこと。これを知ったオタクたちは、好きで好きでなのになぜに併願可能なのさ W 早すぎるって。もう反面もう4期入って2年経つもんな。募集してもなんだ不思議ではない。でもグループの新陳代謝が進みそうで怖いな。5期生募集は1年後ぐらいだと思ってたらカラビックビシタ桜坂と併願可能みたいだけど、日向坂が大好きって子が入ってくれたら嬉しいな。もう5期生入ってくるのやばい。時の流れを感じる。もうなの？くっそ早く感じる W。 新メンバー募集が早いんじゃくて、4期生を表題参加させるのが遅かったの方が正しい。感覚的にはいつもと変わらないからね。4期がやっと表題入りしたタイミングで5期募集するんか。卒業ラッシュなんかな。桜と日向併願可能。おもろいな W。 大学受験みたい。いい子たちが入ってきてくれますように。さすがに締め切りは日向フェスより後の方が良いのでは。今年の目玉でやってるんやから、それ見て応募したいって人も取り込むべきな気がするよ。早すぎるような気はするが、11枚目でやっと4期が入ったり選抜制度になったのにな。というか4期加入時32人、影、岸くん、ナッチョ、ヒョンコ、あやちゃん離脱、現在27人で減ってはいるのよ。それで表題16人、日向坂16人と仮定足す今後の卒業を考えると、やっぱ5、8人ぐらい追加で取っておきたいのよ。